そして、みたらしうにに。なな、あのいつも来るお客さん、めっちゃ可愛いよなぁ。は誰ほら、あの、紺色のカーディガンの。ああ、俺、めっちゃタイプだわ声かけてきたら。はバば、なことできるな。 なんでだよ。いつも誰にでもグイグイ話しかけるくせに。俺とこれとは別だろう。俺気になる人にはそんなグイグイいけねえし。何それ,それ。それに仕事中だぞ。仕事中にナンパみたいなことできるかよ。仕事中ね。お前にそれを言われるとはな。うるさい。真面目に品出ししろ。 明日からのフェア、間に合わないだろはい,はい、はい。ああ、待って。やばい、こっち来る。どうしよう。えあ,あ、あ、はい。何かお探しですか、はあ、えいやあ。あれおま、知り合い幼馴染み。はあ、お前さっき何も言わなかった。 あいやなんでもないんですよ。<laughs> すいません。言ったらめんどくさいことになるってわかってたからな。はあ。なにまた絵本買いに来たのお前、ほんと昔から絵本好きだよな。面白いのかよ。おいそれ、書店員の言うことか <laughs> 俺は、いいと思います。絵本。小さい頃よく母親が読み聞かせてくれたんで、俺もたまに読みます。あその本、今すごく人気ですよね。海外でも賞を取ってるし。俺も読もうかな。あ、はーい。くそ、店長に呼ばれちまった。あ、あの、 ゆっくり好きな本、探してくださいね。じゃあ、失礼します。ああ。お前、後で色々話やるからな。はあ。騒がしいやうんそう。同期。あんなだけど。 本に関する知識はすごいやつなんだ。店の中の在庫、全部把握してるんじゃないかってくらいでさ。だから、俺なんかよりいろんなジャンルの本、たくさん読んでると思う。なんか聞きたい時はあいつに頼め。しっかりアドバイスしてくれるはずだから。<laughs> なんだよ。 ニヤニヤしてあいつの話する時楽しそうは何それ意味わかんないんだけど <laughs> 紙になんかついてる <laughs> 取れた うん。誇り。相変わらず髪サラサラだな。お前の髪、いつ触っても気持ちいい。小さい頃からよく触ってた。好きだからな。お前の髪。 お、なあ、お前今度いつ暇好きそうなカフェ見つけたんだけど。そう、ランチメニューがいい感じだった。食いしん坊なお前でも満足できそうなところ。<laughs> 食いしん坊は本当だろそんな怒んなよ。分かった。 それは後でまた連絡する。ああ。その本、俺も読んだ。お前が好きそうな感じだった。あとこれやる。お前の好きな飴。いつも舐めてたろ元気の出る飴。 じゃあ仕事戻るわ。またな。あ、待って <laughs> 呼び止めちゃってすいません。あのー、これ。出版社のノベリティのポストカードなんですけど。よかったら、どうぞ。<laughs> この絵本の作家さんのイラスト、すごい繊細で色使いも綺麗で。 なんとなく、あなたに似合うかなと思って。って、ああ、こんなこと、急に言われたら、気持ち悪いっすよね。何やってんだろう、俺。え本当ですかよかったー。じゃあ、<laughs> もらってください。あ、 そういえば、あいつと幼馴染だったんですね。無口でクールっていうか <laughs>。何考えてるのかわかんないとこあるけど、あいつ、いいやつですよね。悩んでると、何も言わずにそっと手を差し伸べてくれたりするし。同期でよかったなって、いつも思うんです。ああ。 すいません、足止めしちゃって。また、話しかけてもいいですか、はあ、よかった。俺、あなたのこと、もっと知りたいです。それと、俺のことも、もっと、知ってほしい。こんな気持ちになったの初めてっていうか、 このチャンス逃したら、絶対後悔するなって思って。あ、い,いや、なんて言ったらいいのかわかんないですけど。とにかく、危ない <laughs> って、ここ歩道なのに。<laughs> 大丈夫ですか あ,あ,あ、すいません、つい。<laughs> でも、大丈夫でよ,よかった。じゃあ、また、ご来店、お待ちしてますね。チャンネル登録をして、次の動画も、 ちょっとだけ見てみない